かは開けると信じてください。それまでに私たちができるのはただ歯を食いしばって何度も挑戦することだけです。想定外の状況は事故。始めよう。この巻きエクシア、援護を。この戦いでこの巻き狩りには時間をかけすぎた。相手があなたたちの罪はもう弁明の余地もないわ。皇帝のあなたたちの罪はもう弁明いつく。お前の犠牲で何かが得られるとでも。命令を黙っていろ。皇帝、皇帝にない罪、法典にないやり方で処罰してもよいのだ。お前の犠牲で何かが得られるとでも。一方的な判決では実質的な変化